コオロギ？原因は？問題は？あ、食料が不足する？なんで？あ、人口爆発で？でも日本人口減ってるじゃん。あ、アフリカで増えてる？東南アジアで増えてる？じゃあそこの人口増加を抑えるよ。ん？人口増加を抑えるの無理？じゃあそこでコオロギ食べたらいいんじゃない？うん。なんで人口が減って困ってる国で昆虫食べるの？意味がわかんない。うん？ん？昆虫食はまだ値段が高いので途上国では食べられない？いや、じゃあね、これどこまでもうね、こういわゆる先進国が割を食うのかっていうね、昆虫まで食べないといけないの僕らって変な話だなってね。もうそういうのはエンドレスかなと。途上国で人口が増え、でそれが止まらないからってなぜ僕らが昆虫食べるとかって言われるっていうね、わけがわからない。俺の頭が悪いのかな、わけがわからない。